そらく雪解けですけど水場がありますね。ここが吹き上げのコルですね。こっちが蓮華温泉、こちらが津上新道ですね。上りかな、多分この辺りをこう行くような感じだと思うんですよね。はい、今吹き上げのコルからね、津上新道入りました。楽しみですね。タイミングよく太陽隠れてくれてかなり涼しいんですけれども、逆にちょっと雨が心配ですね。早めに白鳥さんまでね行きたいと思います。緑がねすごく綺麗なんです。で海も見えるから最高のルートですね。はい、まずは長津賀山ですね。と認定してもいいんじゃないでしょうか。素晴らしいな。この先がすごく楽しみです。今度は別のエリアが広がってきましたよ。すげえ綺麗。今長津賀山に到着しました。ちょっと言葉にならないんですけど感動してます。なんていうのかな、まず、吹き上げのコルからまず樹林帯に入りまして、でそこから、湿原が、お花畑の湿原が出てきて、
でその真ん中を歩くんですけど、まあ、池が見えるんですよね。で池と残雪とお花畑と、でそこからまた樹林帯に入って、そこを抜けたらね、今度は海と、このようなね、ちょっと石があるようなもうフィールドに変わりまして、アミューズメントパークにいるような感じなんですよね。ちょっと過去一かもしれませんまず海が見えるっていうのが最高ですし、でフィールドがねどんどん変わっていくっていうのも、なんか前に進む楽しみがありますよね。感動してます他にちょっと言葉が見当たらないんですけど、菅見新道めちゃくちゃいいですね最高です。高低差が大変とかルートが大変とか、そういう次元の話じゃなくて、1週間でも5日でも時間をかけてですね、歩くのはいいのかなって思います。時間をかけてでもですね、ここは歩いといた方がいいなって思いましたもうまだねちょっとあっちの方これから歩く稜線なんですけど、どれぐらいハードなのかちょっと分かんないんですけどね。でもこれぐらい見晴らせればもう本当最高ですねで今ですね海の方は OK なんですけど、もう雲がねすごく覆われてて、まあ、夕方にきっと降るんだろうなって感じです。で海の近くは今日夕立はないような予報だったので、それにかけてどんどん前進しててね、白鳥小屋までなんとか行きたいなって思ってます。黒岩山の手前は結構水流れてますね。これなら安心です。正面のこの山まで行ければ稜線になりますね。あともう少しです。これからこの稜線歩いてきます。黒岩山から、稜線がね低山の感じになってきましたね。下界へ降りるっていう感じがします。ルートが今見えてるんですけど、この津上新道は、全ての多分ピークをですねそのまま登って下っていく作りになってると思うんですよね。小刻みでかなりきついですね。で何より風がちょっとは吹いてるんですけど、ルートのね木が高すぎて中に入ってこないので超暑いんですよ
かなりね、きつい参考となってきました。沢谷山の登りやばいです。ちょっと伝わりづらいですけど、すごい痩せ尾根歩いてます。かなりありますね。北俣の水です。ちょっとかなり下ってきましたね。困ってなかったら多分降りてこなかったなこの正面のプリンみたいのが犬ヶ岳ですね。あれを登って下ると津上山荘ですね。津上山荘の先が見えましたね。全然遠いな。この山に白鳥山荘があります。やばいな。ちょっと作戦会議します。到着です。ようやく見えた山がたどり着きました。はい、ではとりあえず津上山荘まで行って、そこでね、作戦会議しようと思います。やっぱり、もうちょっと涼しくなれば動けるんですけどね。今30度ここであって、かなりきついですね。もう無風です。犬ヶ岳の山頂なんですね。ありがとうございます。最高にきついコースです。ちょっと風が出てきたので、このまま行っちゃおうと思って、もう即決で降り始めました。一回ね、すごい降りて、もう一度、登り返してアップダウンって感じですね。まあ、白鳥まで行ければだいぶ楽だと思いますので、ちょっとゆっくり歩いていこうと思います。どっちかな、右っぽいですけどね。失敗したくないな。水汲んできました。ちょっと、カメラ持ってかなかったんですけど、普通の沢水でした。さっきの北俣のやつはね、湧き水のような感じだったんですけど、こっちは普通の沢ですね。山から流れてきた感じになります。下駒ヶ岳、ここに来て鬼急登です。マジやばい。下駒ヶ岳山頂付近こんなになってます。さっきのね、水場が最終地点なんですよね。こっち側からだと、そういう水もたくさん積んだ状態で今上がってきてて、そうやって このルート作ってんだったらマジやばいですよねもう体が上がらないですよはい、着きました。きつかった。 1200m のきつさじゃないですねこれ。はい、目の前のが白鳥小屋です。今ね、ここです。標準コースタイムは70分ぐらいだって言ってるんですけど、ちょっとそれで着くかどうかって感じですね。この津上新道はですね、本当だったらこれ登らなくていいだろうって思うんですよねここに白鳥山があるんだから、ここからこうやって回っていけばいいじゃんって思うんですけど、これ登ってくんですよね。全部ね、ルート上にある山は全て刻んでいきます今急登上がってきて空が見えたんで、よっしゃーと思ったんですよ。そしたら
手前の山でした。鬼だ。ああ、海が見えてきました。先ほど全部の山を登って降りるっていう話をしたんですけど、もっと細かく言うと直登なんですよね、全部。つづら折りっていうのが確か一個もなかった気がしますね。全部直線で繋いでます。ようやく空が見えました。今度こそ終わりでありますように。はい、間違いありませんでした。白鳥さん到着です。そして白鳥小屋。いやー、きつかったな。楽しみにしていた白鳥小屋です。もうあと下りでね5時間ぐらいあるんですけど、今日はもうちょっとその力ないので、ここで休んでいこうと思います。あ、誰もいないかな。失礼しまーす。あ、うっすら眠れたかなっていうふうに思います。であとは今日はねもう下るだけなので、怪我しないようにゆっくり降りていきたいと思います。3時半ぐらいに出発して、予定では9時ぐらいには親知らずに到着するんじゃないかなって思います。では行ってきます。朝焼けが始まってますね。
ラストの水場です。引き割りの水です。これはどうやらコップがあるのでそのまま飲めそうですね。ただアブがもう飛んでますね。かなりちょろちょろなのでちょっと待たないといけないですね。今目の前に山が見えてるんですけど、おそらくこの裏が海じゃないかなって思いますね。かなり激下りしてもう一度登り返すって感じだと思います。風が吹き抜けるポイントです。樹林帯に入って全く風が吹かなかったんで、ちょっとここで休んでいこうかな。超気持ちいい風がぐんぐん気温が上がってます。はい、激下りが終了です。ここは坂戸峠かな。よいしょー。すごい下りましたね、坂田峠。引き続き今度は上りですね。相変わらず直線でつないでますね。街が見えてきました。もう右斜めには海が見えてます。ちょっとね、ウィニングラン的な感じがしますね。見晴らしがね、もうちょっといい場所があればそこでちょっと休みたいですね。漁港が見えます。はい、道路に出てきました。いよいよ近づいてきた感じありますけど、まだまだ距離ありますね。うん、あともう一つピークありますね。朝日岳がここで乗るってロマンがありますね。日本松峠です。いよいよね、ピークが近づいてます。引き下りです。もう視界にはね、海しか見えなくなったんですけど、いよいよ文明の音がしてきました。波の音はまだ聞こえないですね。海だー。あ、やべ。ありがとうございます。このためにここ切ってくれたんですね。ものすごい。おー。では、もうちょっとで。津上新道の登山口になります。やっぱりこのね、一瞬のためにずっと歩いてきたかなって思います。おすすめですって第一声で言えないんですけど、でもしっかり準備してね、トレーニングを積んで、こちらを歩くようにすれば楽しい登山になるんじゃないかなって思います。で、ものすごい今回はね、新しい経験をたくさんしました。例えば水場であんなに喜んだのも初めてですし、水も汲んだのも初めてですしね。暑い、下界暑いな。ゴール地点が見えてきました。よーし。
国道の真下ですね。はい、着きました。津上新道入り口親知らず。どうやら右かな。はい、ではこれをこの道ですね、 400m 下るそうです。来ました。